エルレンバッハはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン郡に属す町村でエルレンバッハ地区とビンスバンゲン地区の2地区からなる。エルレンバッハは標高317メートルのカイベルク山のふもとズルム川渓谷下流部に位置するハイルブロン郡の町である。カイベルクはこの町で最も高い場所にあたる。 最も低い場所は、ネッカーズルムとの町境近くのズルム川沿いである。1272ヘクタールの町域のうち45、458.4ヘクタールが森林である。エルレンバッハに隣接する市町村は、西から時計回りに、ハイルブロン、ネッカーズルム、エーバーシュタット、バインスベルクである。ハイルブロンを除く市町村はいずれもハイルブロン郡に属す。エルレンバッハは、 ネッカーズルム及び、ウンター・アイゼスハイムと共に、行政共同体を形成している。エルレンバッハは、エルレンバッハ地区とビンス・バンゲン地区からなる。エルレンバッハはおそらく500年頃に、フランク人がビンス・バンゲンは、同じ頃に、アレマン人が創設したと考えられている。エルレンバッハは、1130年に、ヒルザウ修道院にへ贈与された際に、ヒルザウ文書中に、 初めて言及されている。ビンスバンゲンは、1176年11月8日に、ローマ教皇アレクサンデル3世の保護上中に、初めて記録されている。両方の村とも、バインスベルク家のショイアーベルク領に編入された。後に、両村は、マインズ選定校領に組み込まれ、1484年5月27日に、ドイツ騎士団の騎士団領となった。 エルレンバッハとビンス・バンゲンはフランケン騎士領に属した。ドイツ騎士団の消滅後、1805年にビュルテンベルク王国領となり、オーバーアムト・ネッカーズルムに編入された。このオーバーアムトは1934年にネッカーズルム軍と改名された。1935年4月1日にビンス・バンゲンとエルレンバッハは、エルレンバッハの名のもとに合併した。 エルレンバッハ軍の廃止に伴い、1938年10月1日に、エルレンバッハは、ハイルブロン軍に編入された。第二次世界大戦後の人口増加に伴う、建設工事により、両村は一体化した。ハイルブロンのバルトベルクから見たエルレンバッハ。左が、ビンスバンエン地区、右が、エルレンバッハ地区であるが、両集落が一体化しているのがわかる。 聖マルティヌス教会エルレンバッハの住民は多くがカトリック信者である。カトリック教会組織としてエルレンバッハ聖マルティヌス教会、ビンスバンゲン聖ミヒャエル教会、プロテスタントの教会組織としてはエルレンバッハビンスバンゲンキリスト教会がある。エルレンバッハの議会は14議席からなる。議会ではこれに議長を務める主張が加わる。ズガラ、銀字に、橋が、 ユり形になった金の十字架を重ねた黒いドイツ騎士団十字。その上に銀字の小さい縦型が重ねられ、その中に緑の葉を持つ青いブドウの房が描かれている。街の旗は青から白である。ビンスバンゲン地区のイミヒャエル教会エルレンバッハとビンスバンゲンにはそれぞれバロック教会がある。エルレンバッハの聖マルティヌス教会は1753年。 ヴィンスバンゲンのセミヒャエル教会は1788年に建てられた。どちらも記念保護建造物となっている。エルレンバッハのバーロック様式の主教館は1781年にフランツ・ヘッフェーレによって建設された。この町で最も古い建築の一つがエルレンバッハのパン焼き小屋と1575年の旧学校である。マルクト広場に面した。 エルレンバッハの町役場は1698年の建築である。1574年に建設された450平方メートルの広さを持つビンスバンゲンのドイツ騎士団の90分の一税倉庫はワイン、作り博物館、アルテケルタービンスバンゲンに利用されている。ビンスバンゲンの中心から外れた現在の修道線101号線沿いに1768年に 建設されたセーボルフガングレ拝ハイがある。ビンスバンゲンとエルレンバッハにはそれぞれ音楽愛好会がある。エルレンバッハの音楽協会は毎年春のコンサートや2年ごとのマルクト広場でのセレナード演奏及びエルレンバッハのセマルティヌス協会での協会コンサートが行われる。この他にオリジナルアーランバッカーウィンフェステスの主催者でもある。エルレンバッハには 通常のスポーツ愛好会の他に、サイクルフィギュアで有名なファーイン・ラド・スポート・ベリン、カンコーディア・エルレンバッハ 1923EV がある。この愛好会の活動は大きな成果を上げており、ドイツチャンピオン、ヨーロッパチャンピオン、世界チャンピオンを輩出している。年に2度、ワイン祭が開催される。毎年7月に多目的ホールで開催されるランド、ウムデン・ワインと、 8月第3週末の金曜日から月曜日にマルクト広場に面した町役場周辺で開催されるオリジナルアーランバッカーウィンフストである。シャニクサ祭の時期にはカーニバルクラブビンスワンガーボシェアルの主催でバラの月曜日の行列や豪華なパーティーが開催される。この町には病院、薬局、幼稚園、ショッピングセンター、郵便支局がある。 エルレンバッハへの水の供給は、ボデンセイ・はスサーバーソル群により確保されている。カイベルクのブドウ畑エルレンバッハは、ワイン町で約250ヘクタールのブドウ畑がある。記述した通り、1130年にはすでに、ブドウ畑に関する記録が残されている。ワイン作りは、古くから主要な収入源であり、現在でもエルレンバッハの重要な経済活動である。 エルレンバッハ全域は、ハイルブロンエルレンバッハワインスベルク、ワイン製造者組合に加盟している。この町は、ビュルテンベルクワイン街道沿いに位置している。ビンスバン原地区の旧ドイツ騎士団の10分の1、製造庫ワイン作り博物館として利用している。毎年7月と8月に、ワイン祭が開催される。エルレンバッハには、修道が走っており、近隣の市町村を結んでいる。 鉄道や長距離道路網への接続は隣接する、ハイルブロン、ネッカーズルム、バインズベルクから可能である。アウトバーン A6 号線が町内を走っているが、インターチェンジは町内にはない。エルレンバッハでの出来事は、日韓紙ハイルブロナーシュティンメの北、中部版に掲載される。この他に、週刊で、町の広報誌、ナハリヒテンアオスエルレンバッハビンズワン,ウンが、発刊されている。 この文献はドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。